さあ、よっと巨大なモンゴイカ行ってみよう。1キロ以上は、あ、これいやー、真っ黒だこれ。よし、こんなにでっかいのが取れましたと。表の皮2枚、裏の皮1枚をきれいに取れました。裏の皮はこんなにでかくなければ剥かなくていいんだけど、これで1300円はめちゃくちゃ安い。さらにこれだけゲソがある。これはボイルしよう。巨大モンゴイカのゲソをボイルします。味を少々。よし、できた。よいしょ。わっとっとっと。はい、白ムツとヒゲダイを一緒にさばいていく。はい、できました。ヒゲダイと白ムツ。夢かさご。頭を落としていこう。
はいはいはい。夢かさごとめだいの三枚おろしできました。はい、では食べてみよう。わさび醤油を用意して、まず、ヒゲダイ。これはいわゆる美味しいに決まってるやつだ。これハラミの1枚だけ。ヒゲダイめちゃくちゃうまい。ヒゲダイは私が今まで食べてきたお魚のお刺身で文句なしのベストワンです。うまみが非常に強くてとても分かりやすいよ美味しさです。でこれは、白むつ焼いたハタ、これもまた非常に美味しい。いわゆるのどぐろと言われる赤むつの起源種なのでかなり近い味芸でとても美味しいです。こんなに小さいのはすごく安いけどおろすのがかなり難しいです。でこれが夢かさご。夢かさごはほんのかすかに癖があってそれはまた風味とも言えるもので、こうわさび醤油で食べるとそれがうまみへと消化されてとってもいい感じに美味しいお刺身です。これはうまい。この夢かさごもかさご類なんで頭がでっかくって形がまあいびつな形をしてて身も骨も柔らかく、特に小さい魚体のものはおろすのがとても難しいです。ほとんどの人は煮ちゃうんじゃないかな。でもこのようにおろすことができればとてもおいしいお刺身として食べることができます。さあご飯2杯目でついに問題の超大型モンゴイカ行ってみます。まずは普通のそぎ切り、よいしょ。ねっとりかつ噛み切る時にシコシコとした食感もあってとても楽しいし、何より甘くてめちゃくちゃうまみが強い。これはうまい。んでもってちょさらに細かく包丁を入れた飾り切りにしたものを食べてみましょう。これは一貫のボリュームがとてもでかく作ったんで食べ応えがありかつ細かく飾り包丁を入れたので食べやすくてめちゃくちゃ美味しい。これは本当に美味しい。私が今まで食べたイカ刺しの中で文句なくダントツの最上位の美味しさです。イカはでっかくても小さくても味が変わらないよと思ってたけどそんなことはない。でっかい方が明らかに美味しい。はい、次はバーナーで炙った松笠作り行ってみよう。うん、これもとても美味しい。だけどバーナーで炙ったのはほぼ見栄えだけでそんなに生と変わんないけど、こうかすかにエッジの頂点が焦げ目がついてるんで香ばしさがちょっと加わって、これはこれでとても美味しい。至高の白身の色、ヒゲダイも美味しい。これ今回とても安く手に入ったけど、これ通常の相場価格で、このように作ると2000円どころか多分3000円くらいの売り値になっちゃう。これ1300円で今回買えた巨大モンゴイカ、これは通常倍にしてもおかしくないです。表2枚裏1枚の薄皮を完全に剥いたので、食感がとてもいい。はい、大満足の完食です。はい、今回の超大型モンゴイカと白身のお魚のお刺身大変美味しくできました。今までいろんな、お刺身の動画を作ってきたけど今回のがダントツで一番美味しかったです。さばいてる途中まな板が真っ黒になっていつも使ってるチェックのまな板のチェック模様が全
全く見えなくなる。すごいなんか大変だったけど、丁寧に表の薄皮2枚、裏側の1枚を剥いて、お刺身にしたら、頑張った甲斐があってとても美味しくいただけました。私の、買って調理して食べるお魚は、今までは包丁さばきを楽しむという目的もあってあえて小さいのを選んできたけど、まあちょっと前からやってるように最近はでっかいお魚も扱ってて、その度に思うのが、でかい魚はやはり美味しい。でっかい魚はこう繊維の入る方向がこの刺身にした時にちょっと違ってくるし、熟成がうまい具合に進行するということもあるし、あと油が乗ってるみたいな面も多いし、小さい方が美味しいという例は今までにはあんまりないですね。ただ西浦鮮魚マーケットで入手できるめちゃくちゃ鮮度のいいお魚は、魚体が小さくても正しく処理をすれば十分以上に美味しい食材です。これからもそうやってたくさん買って料理を作っていきます。というわけでバイバーイ。チャンネル登録よろしく。